ワイアンドット軍はアメリカ合衆国カンザス州の東部に位置する軍である。カンザス州では面積最小の軍である。2010年国勢調査での人口は157,505人であり、2000年の157,882人から0.2%減少した。軍庁所在地はカンザスシティ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 カンザスシティ市とワイアンドット軍は統合市軍を構成している。ミズーリ州のカンザスシティ市に隣接し、カンザスシティ大都市圏に属している。ワイアンドット軍の名前はワイアンドット族インディアンから取られている。この部族はカナダのフランス人からヒューロン族と呼ばれていたが、自らはワイアンドットと名乗っていた。東部の色濃い族とは遠いが関係があり、互いに戦うこともあった。 彼らはアメリカの白人が自分たちの領土に入ってくるのを止めることを期待し、またオハイオ側がアメリカ合衆国とカナダの境界になることを期待していた。ワイアンドット族の一子族が現在オハイオ州となっているところに移動してきた。彼らは外してイギリス系アメリカ人社会と融和する道を選んだ。その多くは伝道師の影響でキリスト教徒になった。 1843年には現在のカンザス州ワイアンドット郡がある地域に移住させられ街を形成しアメリカ人開拓者と共同して働いた。キリスト教とマンシー族もこの地域の初期開拓に影響を与えた。カンザス州のワイアンドット族はオハイオにいる時に作成した立憲政体を作った。カンザスとネブラスカのために地域政府を構築した。 地域知事として選出された者が収める形だった。1811年、小児族の指導者テクムセの弟、預言者テンスクワタワが、アメリカ陸軍とティッペカヌーの戦いを戦った。テンスクワタワは、カンザスシティ市内ホワイトフェザースプリングにある、小児族歴史史跡に埋葬された。この地は1975年に、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。 デラウェア渡しが昔のインディアンの道と甲川の出会うところにあった。1831年頃、この地域の初期白人開拓者の一人であるモーゼス。グリンターがここでカンザス川の渡し船を始めた。その家はグリンタープレイスと呼ばれた。その渡し船は軍事道路上にあるレブンワーストリデとスコットトリデの間を旅する交易業者。 搬送業者及び兵士に使われた。ニューメキシコのサンタフェに向かう途中で、ここで川を渡る者もいた。ワイアンドット軍は1859年に組織化された。1880年代頃は、カンザスシティの精錬生成会社が250人以上の従業員を雇用していた。山岳部の鉱山地区から掘り出された鉱石と金銀岩油荒なまりがここで破砕され、分離。 生成されていた。レブンワース氏の教区が1947年5月10日にカンザスシティに移転され、1952年8月9日には広塚佐教区となった。ワイアンドット軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、 食料販売量の30%までという制限がついた。この制限は1988年の住民投票で撤廃された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は155.69平方マイルであり、このうち陸地は151.39平方マイル、水域は4.30平方マイルで、水域率は2.76%である。 カンザス州では面積最小の群である。ワイアンドット群は穏やかにうねっている地形である。カンザス川が群の南側境界になっている。標高は北から南に向かって高くなり、またカンザス川とミズーリ川から離れると高くなる。群域にはミズーリ川の水系に属するカンザス川が流れている。カンザス州の北東部にあり、降水量は多い。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カンザス州統計調査所によれば、軍住人の約1.4%が通勤に公共交通機関を使っており、州内では最も高い数字である。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。ワイアンドット軍は軍区が一つだけある。ボナースプリングス市、カンザスシティ市。 レイクキビラシワは政治的に独立とみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。公立私立、初等教育中等教育週間高速道路70号線と同435号線の交差点にあるビレッジウエストは軍内でも著しく成長しているところである。 自動車レース場のカンザススピードウェイがあり、呼び物や小売店などでは、ハリウッドカジノ、ショッピングセンターのザリジェンズワットビレッジウエスト、リゾートのシュリッターバーンバケーションビレッジ、アウトドアのケーブラ、家具のネブラスカファニチャーマート、屋内ウォーターパークのグレートウルフロッジ、球技場のコミュニティアメリカボールパーク、サッカー場のライブストロングスポーティングパークがある。コミュニティアメリカボールパークは、 アメリカンアソシエーションのカンザスシティ・ボーンズの本拠地である。またライブストロング・スポーティング・パークはメジャーリーグサッカーのスポルティング・カンザスシティが本拠地にしている。この地域にはレース場のザウッドランズがあり、グレーハウンドレースと競馬を行っていたが2008年に閉鎖された。他にもサンドストーン・円形劇場、国立農業センターと電動。 ワイアンドット群公園及びサンフラワーヒルズゴルフコースがある。ありがとうございます。